ペンドルトン軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7695人であり、2000年の8196人から6.1%減少した。軍庁所在地はフランクリン庁であり、同軍で唯一の法人化町でもある。ペンドルトン軍は1787年に バージニア州議会によって設立され、1788年に有効となった。軍域はバージニア州オーガスタ軍、同ロッキンガム軍とウェストバージニア州、ハーディ軍のそれぞれ一部を合わせた。軍名はバージニア州の巧妙な政治家かつ法律家だったエドモンド・ペンドルトンにちなんで名付けられた。軍内にあるスプルースノブがアリゲーニー産地とウェストバージニア州で最高地点であり、 標高は4863フィートである。モノンガヘラ国立の森とジョージ・ワシントン国立の森も、軍内に入っている。フレンチ・インディアン戦争中の1758年4月、シーバートリデとその近くのアッパートラクトリデが、吸収され、そこを拠点にしていた、白人開拓者60人の大半が、ショーニ人族とデラウェア族インディアン戦士に虐殺され、リデは焼かれた。 ペンドルトン軍は南北戦争の時に強くアメリカ連合国を支持していたが住民の意思に反してアメリカ合衆国政府が新設したウェストバージニア州に含められた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は698平方マイルであり、このうち陸地698平方マイル。 水域割れ平方マイルで、水域率は0.04%である。ジャーマニーバレー、ノースフォーク山の西にある以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ケッターマン近くでのロッククライミング次のリストは、軍内の未編入長であるが、これで全てではない。ありがとうございます。